横浜高校が立ちはだかろうとしています。点差は6点、いや失礼、点差は7点。横浜高校は勝てば実に7年連続22回目というベスト4進出。夏の大会の通算勝利もすでに170勝を超えている名門中の名門です。夏の神奈川大会の優勝回数は法政二高の9回が最高なんです。続いているのが横浜高校、東海大相模、横浜商業、この3校の7回、全てこの3校はベスト8に進出しました。そのうちの2校、横浜と東海が今日準々決勝で顔を合わせています。さあ突破口を開きたいキャプテンの村井、9回です。自分の思い通りのバッティングをして帰ってほしい村井。打点は今大会7打点。失礼、村井選手の打点は今大会はまだ4つです。しかし昨日のゲームではスリーベースヒット2本、大当たりしました。秋には松坂のストレートを叩いてセンターオーバーの長打も放っています。追い込まれていますが3球ファウルで粘っています。まあ、今みたいにですね、はい、バットを出してですね、タイミングが少しずつ合ってきてますんでね。そうですか、やはりファウルで粘るということはですね、タイミングも合ってくるんで、次のこのボールでヒットを期待したいと思うんですけどね。おっと、完全な逆のボールが来た。キャッチャーの亀地の要求はアウトコース低めに外れてもいいというような構えでしたが、力が入ってインコース胸元、危ないボールでした。しかしあのボールが来た後に今度外が来るとちょっと腰が引けませんか。そうですね、スライダーが来ると腰が引けちゃいますね。スライダーを振らせました。空振り三振。見事な組み立てと言うべきでしょうか。そうですね、あるいはバッターが狙ってる、はい、狙ってるボールを投げて構わないんです、その時にストライクじゃなくてですね、ストライクからボールになるボールを投げてやる。そうですね、そうするとバッターは狙ってますんでね、はい、これはもう当然手が出てくると思うんですね。そうですね、はい、9対3です、10対3です。東海大相模9回の裏の攻撃もワンアウト、ワンアウトからランナーが出る。小西のヒット、ワンアウトランナー一塁。見事にマシンで捉えました小西、センター前へのクリーンヒット。小西はまだ2年生、来年もおそらく、そして新チームから松坂との対決はあるでしょう。このヒットは小西にとって大きなヒット1本かもしれません。6番の佐藤、お父さんの幸吉さんは父母会の副会長です。佐藤圭、村中、渡辺両監督。要所要所で非常に厳しいボールを投げてきます。ストレートかなり力があります。球数は120球に達していますが、まだまだ衰えはありません。55人のブラスバンドも懸命に19曲を演奏してきました。リードを取る志田和也君と森谷翼君、1・2塁間も暮らし、クリーンヒットが2本続く東海大相模。連打というのは東海大相模、松坂に対して今日は初めてです。ヒット2本が初めて続きました。これはフォークかスライダーか。そうですね、ちょっとなんか沈んだような感じもしましたけども、そうですね、やはり真ん中に入ってきてますね。
ここで伝令が出ました。横浜高校は背番号17番のモンデン、タイムを取るのは横浜高校。守備の時はこの試合2回目になります。こちらは三塁側、村中監督と、まあ、普段はコーチ役、今日は部長として入っている門馬コーチが何事か相談。点差は7点です。今のタイムで松坂に笑顔が戻りました。果たしてどういう指示が出たのか。そうですね、まあ打たれるのも構わないと、はい、まあ、フォアボールを出してですね、ランナーをためないように注意しろというようなこと、またランナー進めてもいいからアウトを取りなさいというような指示じゃないかと思うんですけどね。とにかく打たれたことにカッとなって一人相撲を取るなんていう、そういうことですね、はい。東海大相模としては瀬川、林、武田和樹のところではおそらく代打が出るかもしれませんが、この7、8、9番がいかに上位打線につなげていくか。9回裏の攻撃、点差は7点もあるんです。一人一人が次につなぐ、その意識を持って打っていくしかありません。横浜バッテリーが追い込みました。松坂と上地のバッテリー、途中からマスクをかぶっている3年生の上地、バッターの瀬川も3回戦では4安打3打点、大当たりした選手。秋にはホームラン1本も打っているんです。食らいつく、この言葉が9回の裏東海大相模の各バッターによく見えるようになってきました。そうですね、はい、なんかやっとこの伝わってきたというような、感じがしますね。そうですね、はい、ほぼ全員が身を乗り出しています。東海大相模の三塁側ベンチ、ピッチャーゴロ、ダブルプレーコース、ホーク、伸ばした満塁、送球わずかにそれて攻守いいのもこぼしてしまった。ダブルプレー試合終了のその瞬間を横浜高校ラインは思い浮かべた。しかしそこに隙があった、エラーが出ました。横浜高校一瞬ここで躊躇しましたね。そうですか、はい、少し送球も、それとですね、それました、このショートはですね、ベースに入ってきますね、ピッチャーの投げた送球がですね、やはり左に行ってるんですね、入る方向と逆の方向なんですね、動くと逆に行ってるんですね、ですからショートもですね、動いてきてますんで、はい、目も動いてるんで取りづらさがありますね。そうですか、はい、さあ東海大相模ワンアウトランナー満塁のチャンス。9回の裏、点差は7点、一塁ランナーダイソーが起用されましたか。ダイソーは3年生16番の椎名、俊足の椎名をダイソーに起用してきました。東海大相模村中監督、さあワンアウト満塁、7点差がどうなるのか。9回裏、林です。再三攻守を見せました。今度はバットの方でチャンスをつかめるかどうか。それほどかなり頭に血が上っている、熱くなっている様子ではありません。マウンド上の松坂投手、比較的落ち着いています。
それでもその落ち着きの中にも早く終わりたいという気持ち、さっき終わっていたのにという気持ち、その気持ちがだんだん忍び寄って大きくなると隙を見せかねません。3回から6回までのピッチング、あれをもう一度松坂思い出してピッチングをしてほしい。詰まりながらも三遊間どうだ、ショート取って二塁フォースアウト、これは見事だ。いいの、アウトカウントを一つ増やしました東海大相模。1点を取りましたがアウトが一つ増えて2アウトランナー三塁一塁。三遊間どこもオールセーフになっていればまだ行きかねないところでしたが、ショートイーノが救います。よく取りましたですよ、はい、2アウトランナー三塁一塁。ここで代打背番号19番の岸田が出てきましたが、背番号19番は富山ではないか、岸田ですか、今日は岸田ですね、失礼、岸田拓司が、そうですね、岸田拓司3年生。岸田は3回戦で代打で登場しています。しかしその時はヒットがありませんでした。それでもバッティングではレギュラーに負けない力を持つ、村中監督がそう評しています。夏の大会2度目の打席短く持っています。岸田がつなげば真水、広浜、呉松、上位に回ります東海大相模。一方横浜高校、渡辺監督はご覧の表情、ピッチャー返し、セカンドの横、抜けるか、抜けない、グランドスはできない、セーフ、内野安打、1点返してなおランナー、ツーアウト、2塁1塁、10対5、セカンドの佐藤もよく取りました、しかしここでグランドスは持ち替えていたら間に合わない。難しいですね、はい、これはもうあの打ったバッターを褒めるべきだと思いますね。そうですね、またあのいいプレーしましたけれども、あそこでこのアウトにするのはちょっとあの難しいですね、はい、さあ岸田見事な初安打、夏の大会ヒット、打点もついてベンチに下がります。代走が出ましたかね。